北川技研大少年団修行生から紹介文をお預かりしております。私と橘さんで代読いたします。はい、岩手県北上地方に伝わる鬼剣梅の由来についてはさまざまな説がありますが、私ども北川鬼剣梅に伝わる秘伝書によると、大道3年、西暦808年、出羽の国、羽黒山の降臨、善光院が始めたとあり、諸城再度の祈祷と悪魔退散のために授かった出道芸能です。北川鬼剣は昭和26年に創始、昭和29年に読売新聞社主催の全国民舞大会への出場機会を得て見事優勝し、なめしだ鬼剣梅から秘伝書を送伝された、まだ歴史の浅い団体ですが、現在の北上道の芸能祭り唯一の連続出場団体でもあります。北川鬼剣梅は優勝した昭和29年を創立として定め、今年で68年目を迎えます。少年団を発足して20年目の節目になります。これからもなお一層気を引き締めて伝承に精進してまいります。北川鬼剣梅には18演目がありますが、本日は4演目紹介いたします。まず胴取り、可憐な少女2人が着飾って念仏に合わせ胴を打ち鳴らしながら踊ります。次に一番には引き念仏から始まり、帰り返し念仏、早念仏、千夜念仏が唱えられ、格調が高く全体的に穏やかに展開する全演目、基本の演目で霊舞とも言われます。次に刀剣梅の踊り、二人で交互に立ったり座ったりしながら激しく立ちを交差させます。刀剣梅の風格ある舞に加え、幼少を躍動的に締める所作が海を連想させます。最後に三人格、地上最後悪魔退散の祈祷舞、阿吽の二人による扇舞から八舞に変わり、五兵を背負った白面が登場。この時表紙は神楽拍子に変わり、最後は三人による九天舞の素手舞、激しい跳躍となり、五兵を天に投げて終わる舞となります。本日はこの4演目をメドレーで披露いたします。それでは北川鬼剣梅少年団修行生の皆さん、よろしくお願いします。Thank you.
Thank you.
北郷に県外、小野県外、企業生の皆さん、ありがとうございました。